アンドゥイはフランスに起源を持つ豚肉の燻製ソーセージである。ゾクラテン語で、主導するという意味の動詞、インデューサーという言葉に由来する。フランス人移民により、ルイジアナ州に持ち込まれ、多くのクレオール料理に用いられる。アメリカ合衆国では、このソーセージはルイジアナ州のクレオール料理によく用いられる。豚肉、ニンニク、胡椒、玉ねぎ、ワイン。 調味料から作る、粗引きの燻製ソーセージである。燻製して肩肉を詰めた後に、再び燻製する。世界のアンドゥイユの首都とあだなされる、ミシシッピ川上のルイジアナ州ラップラスは、特にクレオール風のアンドゥイユで有名である。ルイジアナ州、ラファイエット製法のケージャンでは、フランスとよく似たアンドゥイユが作られる。豚の腸を塩とカイエンヌペッパーで味付けし、 水と酢に一晩浸し、よくすすいでからもう一方に、縦方向に詰める。これらをカットして、紐で結び、燻製室に吊るす。密度が高いため、ねじることはしない。切った時には、蝶の同心炎上の輪が見える。ホットリンクとよく似ているが別物である。フランスの特にブルターニュでは、アン・トゥイユの伝統的な材料は、豚の象徴、トライプ、玉ねぎ、ワイン。 調味料である。通常、灰色をしており、独特の匂いを持つ。小型のものは、小さいアンドゥイユという意味のアンドゥイレットと呼ばれる。豚の消化器系全体を使うものもある。フランス語でこの言葉は、グドンやならずものを意味し、無別の表現にも用いられる。例えば、フランス語版のザ・シンプソンズでは、ホーマー・シンプソンが、隣人のフランダース家を罵るときにアンドゥイで、 フランダースという表現を用いる。